皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もショーエルやっていきましょう。今日の動画ですね、ストライカーパスがレベル30まで行ったので、今回ねそちら受け取っていこうと思います。でちゃんとね SP パスの方も買っていって全部受け取っていこうと思います。で今なんかねそのレベル29のね受け取りができないみたいなバグがあるみたいで、まあ、一応補填もそれあるみたいなんで、そこはねちょっと気にしなくていいのかなといった感じ で今回レベル30の報酬がめっちゃ微妙だね。LN22 選手パックということで超微妙。この29の後半の113から118が受け取れないって感じになってます今。これがなんか一番の目玉まであるな今回。あとはスタートークンあるんで、このねいい使い道なんかも今回お話しできればなと思います。あとはねパス受け取った後に進化後にねいるソン・フンミン選手の6進チャレンジなんかもねしていければなと思います。でパスなんですけどね、いつも通りこの1000円で買うパスなんで、一回買う場面スキップしていきたいと思います。さあ受け取っていきましょう。いやほんと今回ね課金額がやばい。今月ちょっとねそれも動画作ろうと思うんですけど、えげつない金額いってますマジで。笑えないんですよこれ本当に。でキャンペーンのパス行って受け取りましょう。もう最初の時点でねこれいつも言うんですけど、この300ルーレットキープラス、これがねもうね持っとってるんで、ほぼこれだけでねかなり嬉しいですね。でこのワールドカップスタートークンに関しては、このパス全部で100万かなもらえるんで、まあしっかりね教わってる方とかいたら120の選手とかも手に入るのかなと思います。俺はね最後の最後にモロッコに行って外れました。その前に1回イングランドで外してるんですけど、ゼロで終わりました結局。で今回は30どうしようかな。全部一気に受け取るか、別にそんなにいい報酬ないし2回に分ける必要そんなない気がするから、よいしょ。これがねこんな感じで送付の失敗になるんで、これがね後日補填されます。多分今週の木曜かな、アップデートの時に配布されると思います。違ったかな、多分そうだと思う。であとスター選手パックで LN22 選手パックと、じゃあこれ受け取っていきますか。そんなにね、まあ、良くないというか微妙なんで、ささっといきましょう。インスタ来るはず。はい、117、これ117どう。メキシコもうダメだ。誰これ絶対ダメでしょ。115さあどうよ、誰来てる。115だもん、全然ダメ。あとまあ進化素材がちらほらって感じだね。まあまあいいでしょ、こんなもんですね。でランクアップ素材がミッドフィルダー、めっちゃいいじゃんこれ嬉しい。 TP がいいね、5700万、約6000万手に入ってますね。でけえ。そしたら、まず、このワールドカップトークン、これの使い道説明しようかな。イベントの、これから勝利予想、ここで見れます。で、予想トークンがある人は、ここからね、交換できるんで、これ0個ね、なんもない。で、おすすめの交換先については、まあ、もちろんこの120とか交換してもいいんですけど、ちょっとね、内容が微妙なんで、個人的にはね、このねレジェンドランクアップ素材、これが一番おすすめです。個人的にね、保護素材も全然ありだと思う。これ3万個なんで1回、結構安いね。30万あれば10個もらえるんで、これもわりかしあり。まあ他は微妙かな。このブロンズ強化素材とかに使うのも絶対やめた方がいいですし、やっぱこのランクアップ素材に使うのがいいかなと思います。上級保護素材でも全然いいな。これ10万1個なんで、これも全然あり。これね5個交換すればこれのね40個手に入るんで、素材交換で、それがいいんじゃないか普通に。それめっちゃいいな。まあでも自分はねこれに交換しようと思います。進化素材も正直いまいちだしね、高すぎでしょ。18999万って無理だね。他にはねこの100万、120万とかで選手を手に入れるのも全然ありかなと思います。ってことでこちら引きますか。ランクアップ素材これを5個もらいます。で多分ね今後これ追加されることないと思うんで、多分ねもしかしたらあるかもしれないけど、多分ないと思うんで、別にすぐ交換してもいいのかなと思います。さあ、何来る？キーパー、ディフェンス、フォワード3、いいね。キーパーがもう一番いらない、正直。めちゃくちゃ余ってる。で、あと何万残ってる？ 25 万残ってるのか。これもね、欲しいんだけどね、20万で1個ってさ、おかしいだろ、これ。200で1個の間違いだろ、これ、普通に。高すぎる。いいやつないよね、言うて。25万じゃ。なんでやっぱこの上級かな、これが普通かと思います。ほい。であと5万残ったでしょ。5万は初級5個買おう。これでいいや。はい、今回こんな感じで。
どうしよう、これで追加のトークン来たら。切ねえんだけど。多分来ないと思う。よし。そしたら、進化してきますか。パクチソン選手。今ね、誤信になってるんで、これね。これ独身にします。めっちゃ強いよな、これ。よし、行きましょう。今ね、素材めっちゃあるんですよ。ほら。すごい溜めたんで、めっちゃあるでしょ。いい感じなんですよ、これ。なんで、すぐできるだろ、進化。行きましょう。どうしよっかな。118だっけ、その粉味。ってことは、114の二神じゃもう話になんない、話になんないね。115の二神とかにするか。ここら辺か。いやー、もったいねえな。どうしよう。こうでいける？まずこれでいってみようか。25%。多分ないぐらいなんで。いこう。3、4回やったらできんだら一発ぐらい。っていう軽い気持ちでいきます。頼むぞ。まず一発目。来い！はい！いやー、まあ一発じゃね。なかなか。マジ進化運悪い気がする。じゃあ次、116の一神3枚。こうとかにする？いや。どうしようかな。こうしようかな。115の二神3枚かな、これ。これでいきましょう。頼むぞ。せーの。はい！ほい！よし！2発目で成功。神だ。これめちゃくちゃでかい。7神とかいっちゃう、チャレンジ。よしよしよし。他に進化させたい選手もいないんで、うん、そうだね。あ、ペリシッチいるわ。ペリシッチしようかな。116。これね、素材も割とね、安く済むんで、これやってみようか。110、これでいける？あ、いけんじゃん。ほら。2連続いってみる、2連続。他には？微妙だな。これでいってみるか。1回。よいしょ。110、ん？これか。これだね。OK、いきましょう。ペリシッチ。頼むぞ。せーの。はい！ペリシッチ！もう一回だけやろう。そしたらおしまい。どれでいこうかな。これでいこう。あえて 25% にしないスタイルね。いきます。せーの。はい！まあね、こんなもんですね。はい。ということで今回、ストライカーパス受け取っていきました。まあ今回のパスもね、ワールドカップのトークンもあって、結構アイテムも嬉しいものもらえるんで、これもいつも言うんですけど、1000円でね、1000円不備返ってくる時点で相当お得なんで、なんであれはね、買うべきかなと個人的に思います。まあ、美課金の方はね、絶対買うべきですし、無課金の方でもね、ここだけ1000円課金するぐらいに全然ありかと思うので、検討ね、してみるのもいいのかなと思います。まあ、進化もね、118、1人成功したんで、はい、良かったかなと。あとはね、29の後半で受け取れなかったね、あのパックで118を当てれればなと思います。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。